こういう、こういう、どういうことなの、はい、どういうことなの。いや、今日は麺でございますよ。あ、麺、麺麺と麺をかけております。あ、そういうこと。後ろにちょっと看板見えてるんですけど、はいはいはい、今日はね、ちょっとお友達が働いてる、はい、のラーメン屋さんに来ております。来てますね。こちらね、うん、つけ麺とか、はい、ちょっと混ぜ麺が、うん、有名なお店で、まあ、その名も、ね、麺屋、はい、慶次郎さんでございます。はい、麺屋慶次郎さんに来ております。串川店にね、はい、ここからちょっとお邪魔してるんですけど、はい、まあ、外観がね、うん、すごいコンテナね、チックな感じで、こういう感じね。そうそう、カウンター席だったりとか、はい、テーブル席がまたちょっと違ったところから入るらしくて、はい、まあ、早速ね、あの、はい、メニューの方見ていきたいと思うので、はい、入っていきましょう。行きましょう。足ダサい。はい、店内入りまして、はい、まあ、こちらね、注文は、うん、この券売機を、券売機ね、使って注文するみたいなんですが、はい、まあ、今回ね、うん、まあ、注文したものなんですけど、はい、この人気ナンバーワンのね、全部のせ混ぜ麺ということで、はい、まあ、僕はね、あの大盛りと海が、はい、あの同じ金額ということだったので、はい、もちろん大盛りに、大盛りでやりましたね、させていただいております。はい、全部のせ、はい、鶏白湯、はい、これラーメンですね。そうそう、ラーメンがはい、あので、そちらの方も、はい、注文しております。でね、こちら店内はあのカウンター席の方で、うん、まあ、券売機があって注文する形になって、そう、こっちカウンター席ですね。そうそう、で、僕らは今日はね、あの違う投稿の、はい、テーブル席ですか、テーブル席の方で、はい、あの食べていきたいなと思います。はい、はい、ということで皆さん、商品いただきました。はい、美味しそうですね、こんな感じよ。はい、商品は来てるんですけども、今日はね、うん、お店を紹介してくれた、うん、方が来てくれております。ゲストに。そうだ、はい、紹介しましょう。紹介しましょう。ゲストのセリカちゃんです。ゲストのというか、もう働いてますから、こちらで、こちらのね、店員さんでございますから。はい、セリカちゃんはですね、もともと音楽家さんも今やっておりまして、そうそうそう、頑張っております。ということで、お店でも働いてて、うん、ライブ活動もしてるんで、はい、概要欄にね、いろいろ詳細載せとくんで、はい、ぜひぜひ見てほしいなと思います。はい、めちゃくちゃ可愛いでしょう。みんな会いに来てね。大丈夫、会いに来てね。はい、ありがとうございます。ということで、食べていきましょう。はい、はい、ということでですね、はい、はい、商品もね、紹介していきましょうか。はい、はい、ということで、こちらですね、うん、もうこちらの一番のおすすめ、はい、混ぜ麺、全部のせ混ぜ麺ということですね。はい、ということで、美味しそうだね。波と台が、うん、サイズ一緒、そう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 、ね、麺も素敵だね、はい、素敵ですね。そしてこちらがラーメンの方で、はい、鶏白湯ということですね。鶏白湯ね、はい、すごいよ、こんなに具沢山で。美味しそうでございます。美味しそうでございます。そしてそしてそしてこちらが、最近メニューで出たスター飯という、うん、商品でございますね。チーズが乗ってますね。はい、チーズスタ飯か、はい、こちらね。はい、ということで、もう俺が食べるのはラーメンなんでね、はい、行きましょうか。はい、いやー、うまそうでございますね。うまそうだね。こうやって見えますか、皆さん。めちゃくちゃいい感じよ。でございます。まあね、白湯麺、白湯ということで、うん、まあ、鶏ベースということなんですけども、そうスープからいっちゃいましょうか。そうだね、こうやってね、白いスープでございますよ、ほら。いいね、ほーら、美味しそう。うわ、いいね、いいね。じゃあ、いただきたいと思います。はい、どうぞ。うまっ。これが白湯というか、これ白湯はね、しっかり食べたことなかったんですよ。あ、なるほどね。これが白湯か、これが鶏白湯か。来たぞ、めっちゃ響いてる。新しい世界が広かったね。なるほどね。ものすごく広がるな、ね、声が。まあね、うん、こちらね、あれですよ、コンテナをベースにしたね、うんうん、お店ということで、すごい縦長でございます。そうでございます。なんか L 字みたいになってますよね。うん、隣の方にお客さんいるんですけど、声聞こえてないかな。聞こえてそうだけど、ね、この声量じゃ。はい、ということで、もうめちゃくちゃうまい、うん、うん、濃厚でマイルドっていう感じかな。なるほどね、うん、鶏ガラのベースなんでね、はいはい、とても飲みやすい、美味しい。うまー。いやー、もうね、こうなったら麺いかんというか。そうですね、もう麺もいってほしい、はい、あ、麺も結構太麺だからですか。そうですね、結構太麺だ。なんか自家製麺を使ってるって言ってましたね。みたいね。はい、じゃあ、いただきたいと思います。はい、どうぞ。うん、うまー。ふるもちじゃないの、しっかりこしまって、うん、あ、もちもち、めちゃくちゃうまい。いいね。そういうことね。
合うわ、これは。なるほど、なるほど。ダメだ、脳裏にピーコ大杉が出てくる。合う、大好きだな。合うって言ったらピーコさんと大杉さんが出てくる。好きだね。うめえ。はい、チャーシューとかね、うん、あと煮卵入ってますね、メンマも入ってて、トッピングがいいね。そう、具沢山、具沢山でございます。じゃあ一緒に食べていこうかな。うん、柔らか、うま、美味しそう。お腹空いたな、俺も。いいな、うまいな。ラーメン久しぶりなんだよ、僕ら。マッチしてます。はい、ということでラーメンもね、全部完食したいんですけども、うん、先に紹介からしていかないといけないということで。なるほどね。はい、チーズスタ飯を食べていきたいと思います。はい、美味しそうですね。ね、これセリカちゃんが推してたんでね、スタ飯、はい、最近できたばっかりのメニューらしいですね。なるほど、新メニュー。はい、新メニュー。いや、もううまそうだから、うん、もううまそうだから。確かにね。いや、これ崩しちゃっていいですか。いいですよ、崩してください。崩しちゃっていいですか。こうです。そうやって、こうやって、そうやって、こうやって。卵しか映ってないんで。そっか、何を言っても伝わらない。こうよ。そうやって、こうやって。いただきます。声でか。うん、うまっ。どういうことですか。スタミナっていうことだから結構ニンニクとか強いんじゃない。ゴリゴリですね。強いですね。うん、うまっ。うわ、うわ、濃厚だれがね、お肉に染みててうまいですね。いや、美味しそうっすよ、めっちゃ。うん、こうです、こうやってね。美味しそうだね。めちゃくちゃ美味しそうでしょう。こうですよ。さあ、うん、がっつりうまい、マジでうまい。このタレうまっ、特製タレやばいな。いいっすね。めちゃくちゃ米に合う。進むわ。はい、ということで、じゃあ兄貴にも食べてもらいましょう。あれ、ヨー、めぇ、最初のフルフフーが分からんけどね。フルフー、フルフー。あのフルフは何なん？だからちょっとあの、うん、ファンキーなイメージをしてる。あ、そうなの、全然分からんかったけど。今までお腹空きましたね。僕はもう HP0 でございます。だいぶ使ったね、体力。はい、ということで、今回僕が食べるものなんですけど、はい、これ全部のせまぜ麺、はい、ということで、まあ、トッピングとかもね、うん、いろいろさせていただいて。そうだね。いや、うまそうだね。うまそうだね。うん、それでね、これまぜ麺の美味しい食べ方、はい、っていうのがあって。あるみたいですね。これはね、貼られてるんですけど。貼られてますね。そう、はい、まあ、器の底にね、タレが入ってるらしいので、はい、それとあの麺を豪快に混ぜて、うん、はい、食べてくださいということで。そうですね。あとはもうお好みで、うん、まあ、お酢とか、はい、ラー油とかガーリックパウダー、一味とかもあるみたいなので。そうだね。まあ、お好みでいろいろ入れて、うん、召し上がるのが一番美味しいよということだったので、はい、まあ、僕はね、まず最初に、うん、シンプルに、シンプルにと思うんですけど、はい、いいですか。いいですよ。いや、うまそうだね。うまそうだね。ねえ、もったいない感じもするんですけど、これも芸術ですから。豪快にね、はい、混ぜてということだったので、うわ、まずはもう卵を割っちゃいます。ちょっと混ぜられるかな。いやーね、はい、豪快に混ぜたらこんなよ。トゥルンっていきましたね。綺麗にはいけん。いや、でもこんな感じよ。まあ大体こんな感じよね。そうそうそう、はい、まあね、この混ぜそばね、はい、ケジロー、はい、メニューあのたくさんあるんですけど、はい、迷ったらまずこれということだったので、混ぜ麺ね、早速食べていきたいと思います。はい、いくぜ。お、いや、うまそうだしょ、これ。太麺でいいね。卵も絡んでるんでね。うん、いただきます。どうぞ。お、がっつりいきました。うん、マッキー選手、うまっ。金メダル取れるか。うん、お、お、うまい。おお、なに、どういうこと、どういうこと。麺って言いたいんだよね。うまい麺。麺って言いたいね。こうよ。うん、これすごい絡んでるからね。うん、行きました。お、出ました。出るか、出るか、マッキー出るか。おーおー、鳥が出ました。ちょっと大きく成長しすぎた鳥が出ました。うまっ。はい、ということで食いましたね。いや、美味しかったね。食いました。いやー、結構な量だったね。うん、大でも。特大にしてたら何、麺 550g。うん、食えんって。多分僕喋れてないですよ。多分今腹8分なんでね、ギリギリ、はい、じ
ということでですね、はいはい、ケンジロウさんね、めちゃくちゃメニューもたくさんあるんですけども、うん、営業時間の方ですね、はい、お昼の11時から夜の11時までやっておりますね。おおおお、そしてなんとお休みはありません。ありませんありません。定休日はないということだったのね。定休日なかったですね、うん、はい、ということなんですけども、はいはい、あとね、あの全品持ち帰りメニューあるということでテイクアウトやっております。素晴らしい、はい、これを自宅でも楽しめると。うん、パッて来てね、カウンター席の方でね、うん、待って受け取ってすぐ帰るっていうのもできるんでね。いいね、いいね、はい、ファミリーで来たり、まあ、カップルで来たり、うん、まあ、一人で来ることも多分できる、ね、そうだね、カウンター席もあるし、はい、ということでね、ぜひぜひ、来てほしいなと思うんですけども、こちらで働いてるセリカちゃんもね、音楽活動頑張ってるんで、はい、こちらも応援してくれると嬉しいなと。チェックしてほしいね、はい、思います。それではこれで動画終わりたいと思います、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ケンジロウめちゃくちゃ美味しいんで、みんな来てねー。